はい、お疲れ様でした。はい、お疲れ様でした。今日どうでした？なんか2人ともすげえ口数少なくなんか口数少なかったけど。少なかったね、今日は。たまにあるから、なんかまあ、変な話、あれだろうな俺が集中しておると無口になるんだろうな。あー、つまり話のきっかけは9割あなたということか知らん。っていうかね、俺がね、喋ろうとするとね、あのライト邪魔とかね、静かにとかね、会話遮られるのよね。すごい邪魔な時あるもん。そう、だから、ああってなって会話が。最近ずーっと霊感をやってないの、切ってつけて、切って霊感、切って霊感すると、超タイミングよく喋りかけてくれ、ね。オンにした瞬間に、俺まで喋り出すと。そうそう。そうすると、気が散るやん。うんうん。今日は全集中。すべて集中してみた。その結果がこれだよって。最悪の結果だったよ、うん。でも今日はほんとパチ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 が鬱陶しかったね。ラップ音入ってるといいんだけどな。取れ取るといいんだけどな。っていうかあれ、普段あの、この間鉱山とか行ったじゃないですか。うん、あれの時でも動画見たらラップ音って入ってます？入ってるね。俺が気づいてないだけか。気づかないだけ。うん、やっぱりかっちゃんによる編集が必要や。っていうか、やっぱし目が、耳で聞いてねえでな。あー、それは無理だ。シックスセンスに頼られたらそれは無理だ。そうそうそう、もう絶対無理だと思うもん。うん。なんでそこで横文字に出すの？ん？横文字に出てくる。第6巻。いや、でもまあ今日は、重苦しい。今もね、腰がやっ、さっきよりか引いたの、痛み。あ、ちょっと離れたから。うん、ちょっと引いたんだけどな。重いな、体が。今日はすごく重く感じた。なんか階段走ったでかな。そんなお年ですかって。うん。うんじゃない、うんじゃない。認めてはいけない。マスクが今日はうざくてうざくて。やっぱあれだね。やっぱし帽子にしんのかんな。ファングッズ第2弾って。やめろ。少ないファンから求められても予算ねえぞ。経費で落ちる。うん、経費が出るようになったら落ちます。そう、経費が出るようになったらいくらでも、こんなんでよければあげます。でも今日は本当空気が重かった。俺なんか重かった、うん、そしてあの、じゃ行きっていうか最初行った時はなんか今日静かだなぐらいだったけど、いざ山登って帰ってきたらなんか雰囲気変わってた感がある。そう、全然違ったな。あれ、なんか雰囲気違うぞっていうのをなんか取りくぐった時点で、戻ってきた時点でなんかおやってなった。まあね、本当動画で本当動画撮りたいんですよ。だけどムイ君がずっとそこに座って、カメラをずっとそこで持って来るまで動かん。俺あっちこっちうろうろしとるで。いいのかいそれで。何か一人ごと喋ってくれやいいで。どっかもう一回ここ来るなりで検証しますかい、それを。ちょろちょろ動くでいかんかもしれんな。今度はそういうのやってみようか。お菓子持ってきて。その場合あれだぞ、ポテトとかいかん。バリバリビリビリ、バリバリごっとって、あれラップ音が聞こえんってなる。これラップ音がバリバリ言ってる。即て平らになんだよな。でたまにピチョピチョって聞こえる。指舐めとるやろとか言ってよ。うまかったわって。今度はな、何も動かずに、うん、そうっすね、でもそういうのも、うん、そういうのもまたいいんじゃないかな。それが今度映るんですよ、買ってこかな。だから相変わらずご飯ですよと混ざるんだよな。映るんですなんだよな。映るんですよ、あれ映るんですで、